MLB、大谷翔平の突然すぎる手術成功発表、エンゼルス、監督も知らずの情報統制、執刀医はドジャースのドクター。MLB、大谷翔平の突然すぎる手術連絡、エグン監督も知らずの情報統制、執刀医はドグンドクター。エンゼルスの大谷翔平投手が19日、日本時間20日、ロサンゼルス市内のカーラン上部整形外科クリニックで右肘の手術を受け、成功したと発表した。むちゃくちゃやん。もう決まりやん。こいついつも手術してんな。いつも復活してるわ。マスコミが病院に来たら迷惑だからだろ、しょうがないよ。そりゃ手術してるとは監督も言わねやろ。だから何をしてるか知らないというコメントになる。このコメントからすると知ってたわ W。 さすがに本当に知らないのなら激怒してるしな。オーナーならわかるけど、監督が知っていなくても不思議じゃないけど。まあでもネビンス通りはありえんからすっとぼけたんやろ。ドジャース決定なんか。来年は打者で70ホームランに期待。二刀流やめて打者で長く再生してもらいたい。これは来季ドジャース決まりだろ。肘に爆弾持ってるから格安で取るわけですね。前回も同じ医者じゃん。もうエンゼルスにはいる気ないんだろ。むしろ逆に残る気するけどな。カブレラの試合終わるまで待ってただけだろ。とりあえずエンゼルスから強いチームに移籍してくれ。ユニフォームは赤のが似合うけど青もいいと思う。 WBC の青いのも似合ってたよ。皆さんは大谷選手の手術の件どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。